三枝の松家、幸福の黄色いハンカチに使用された真っ赤なファミリア、幸福の黄色いハンカチは1977年10月1日に公開された山田洋次監督による日本映画。1971年にニューヨークポスト紙に掲載されたピート・ハミルのコラム、Going Home をベースに北海道を舞台に撮影された日本のロードムービーの代表作である。 高倉健、梅昌千恵子といったベテラン俳優から映画初出演となる武田哲也、その共演に桃井香里、さらには脇役に厚み清を据えるなど豪華な夫人で臨んだ同作品は俳優陣の演技はもちろんのことシンプルながら監修の心情に深く訴えかけるストーリーが高い評価を得た。第1回日本アカデミー賞や 第51回キネマ旬報賞、第32回毎日映画コンクール、第20回ブルーリボン賞や第2回放置映画賞など、国内における同年の映画賞を総なめにしている。後にキャスティングを変え、テレビドラマ化や日本国外でも映画化された。恋人の紳士と失恋して、やけになった花田金也は、勤めていた工場を突然退職。 その退職金で真っ赤なファミリアを購入し、失恋の傷を癒すため、一人フェリーに乗り、北海道を目指す。釧路から網走にやってきた金谷は、駅前で片っ端に女性に声をかけ始める。一方、網走刑務所からは、刑期を終えた元炭鉱夫の島優作が出所してくる。その後、食堂によって、瓶ビ,ビールを飲みながら、醤油ラーメンとカツ丼を注文する。 食事を済ませ郵便局に寄った優作は、はがきを一枚書いて出していく。ちょうど網走にいた金谷は、同じく職場で恋人を同僚に取られ、東京から一人昇進旅行に来た明美をナンパして、一緒に食事する。そして、金谷は明美とドライブを始める。海岸にやってきた二人は、同じくそこに立ち寄っていた優作に写真を撮ってもらう。二人はその縁で彼を車に乗せ、 三人旅を始めることになる。その晩、赤ん湖温泉の宿で、まんまと、明美と同室になった金谷は明美を口説き始め、キスだけと言いながらも明美にのしかかっていく。抵抗していた明美は急に動かなくなり、泣き始める。隣室に泊まっていた優作はその騒ぎを聞き、金谷を一括する。三人は何かと崩れそうになりながらも旅を続けていく。明る日、別前の、 小さな食堂でカニを食べながら雑談していたところ、優作と金谷が同じ福岡県出身ということが判明する。その後、運転途中で腹板を覚えて、路上に車を置いたままトイレに駆け込んだ金谷に代わり、対向車のトラクターを通すため、これでも仮面まで行ったという明美がハンドルを握るが、車を脱輪させてしまった上に農地を暴走し、し草の俵に車を突っ込ませてしまい、 金谷と明美はそのことで口論になり、明美は泣き出してしまう。優作の交渉の結果、その廊下に止まることになる。金谷と同室になった優作は、今までの金谷の明美に対する不切相な態度に対し、お前、それでも、九州の人間か。そういうのを草野球のキャッチャーってんだ。ミットもないってことだ。と叱責する。そして社中の会話から、 優作はかつて暮らした夕張に向かっていることが明らかになる。帯広の駐車場では、金屋が邪魔なリンカーンコンチネンタルを無人と思い込み、蹴り飛ばす。その結果、乗っていたヤクザ風の男に殴りつけられるが、優作の反撃で難を逃れる。しかし、そのまま優作が車を運転していったことで、物語は大きく展開していく。彼らの車は、 強盗事件の一斉検問に引っかかり、優作が無免許運転であったことが判明。無免許の理由を問われ、一昨日までの6年間、殺人罪で刑務所に入っていたことを話す。最寄りの新徳警察署に連行されるが、そこには、かつて優作の事件を担当した、渡辺勝治が偶然勤務しており、彼の温情で事なきを得る。刑務所帰りがバれた優作は、記者で行くというが、 結局、三人旅は続いていく。車や旅館の部屋の中で、優作は徐々に自分の過去を語る。スーパーのレジ係だった妻、三枝との出会い、結婚、そして幸せな新婚生活。その後、三枝が妊娠したらしいということで喜ぶ優作。父親が戦死したため、父親を知らずに育ってきたので余計に嬉しかったのだ。 病院に行くという三枝に早く知りたいと言い、もし妊娠していたら、竿の先に黄色いハンカチをあげておくという三枝の言葉に急んで仕事に出ていく。仕事帰りに竿の先にはためく一枚の黄色いハンカチを見つけた優作は天にも昇る気持ちだった。しかし数日後、無理をするなと言ったのに力仕事をした三枝は流産してしまう。病院で優作は、 三枝の過去を知ることになる。それは五年前の流山。それに立腹して、焼け酒を煽りながら、俺は隠し仕事をする女は嫌いだと言った。三枝が、流山の話を聞かなかったからというのに、絶望した優作は焼けになり、夜の繁華街に繰り出し、偶然、肩が当たったチンピラと喧嘩を始めてしまい、ついには相手を死なせてしまう。逮捕され、刑務所に入った優作は、 離婚を決意する。面会に訪れた三枝に優作は、今ならお前は、まだ若いし、その気なら、良い男もいるかもしれん。幸せになれと悟す。あんたって勝手な人だね。会った時もそうだったけど、と、三枝は泣いてしまうが、これが不器用な生き方しかできない。彼流の男の愛情表現だった。しばらくすると、刑務所に判を押した離婚届が届いた。責める明美に、 俺があいつにしてやれることはそれだけだ。どうして、こんなヤクザに生まれついたのかなと嘆く。明日は、札幌でお別れだな。仕事なかったら、東京へ行くかもとも言う。金夜は、涙に暮れる。小広場で、銀座カンカン娘を歌っている。人々の傍らを通るが、優作は空にはためく恋のぼりを見て、感慨深げ。優作は一人で、夕張りに向かうという。 理由を尋ねると、出所直後のあばしりで、三重宛てに葉書を出していたことを告白する。葉書には、もし、まだ一人暮らしで俺を待っててくれるなら、恋のぼりの竿に黄色いハンカチをぶら下げておいてくれ。それが目印だ。もし、それが下がってなかったら、俺はそのまま引き返して、二度と夕張りには現れないと、書かれていたという。それを聞いた金谷と明美は、迷わず一緒に、 夕張りに行くことを決心する。やっぱり引き返そう。どう考えたってあいつが一人でいるはずがない。誰かと一緒になっているよと揺れる。男の気持ちと、それを励ます二人。あいつが俺を待っているはずはないと臆病になる優作は、引き返すことを要求し一度はそうするが、明美の一万一ということがあるでしょ。一万一待って、いたらどうするの。という説得に応えてホニし 再び夕張に向かう。車は夕張の街に入っていく。もう外を見ていられない夕作に、明美が景色を逐一説明し、夕作はそれに答える。踏切越えたわよの声に夕作は道を説明する。子供たちの背比べの歌が聞こえてくる。金谷は、もしかしたら引っ越してしまっているかもしれないな、と万が一のことを考える。やがて車は止まり、金谷と明美は外へ出て、 辺りを見回す。見つからずに、今、風呂屋の前にいるんだけど、と金谷が言うと、彼の視線にあるものが映っていた。明美が金谷に声をかけると、ほら、あれ、と叫ぶ。視線の先には、なんと、何十枚もの黄色いハンカチが風にたなびいていた。力強く優作の背中を押し出す二人。二人の再会に言葉はいらなかった。二人は見つめ合い、 そして仲良く家の中に消えていく。それを見届けた金谷と明美は、車中で自然に手を握り合い、強く抱き合い、キスをする。夕張りの街を背景に、コイン登りの竿に掲げた、幸福の黄色いハンカチがたなびく。スタッフ本編クレジット表記順本編クレジット、表記順1982年に放送。副音声では、音声多重放送を実施、そのアイパートナーは、 石丸広也が務めた。東日本大震災をきっかけに、物語の背景を2011年に変更、ロードムービーであった映画版に対し、舞台を北海道北西部の戸間前郡羽幌町内に固定し、一行の目的地を同町に属する焼き尻島に変更した。島優作を演じるのは、安倍弘氏で小川明美役は、堀北真希、唐三恵役は、夏川優衣がそれぞれ演じる。 なお、映画版で、花田金谷役の武田哲也が、渡辺所長役で、三枝役の倍賞千恵子が、夫妻役で、それぞれ出演する。また、堀北真希扮する明美が運転する車はスバルプレオの、初代モデルである。視聴率11.6%。出演スタッフ映画との相違点1981年、タイで、 もしあなたがまだ私を愛しているなら、チャートリーチャルームユコン監督としてリメイク。ユコン監督は、タイ王族の一人で、日本版がタイに輸入公開されないのに号を煮やし、自分で撮影してしまったという作品である。2008年、アメリカで、イエローハンカチーフとしてリメイク。高倉健、倍賞チエコが演じた役を、ウィリアム・ハート、マリア・ベロが演じている。2007年、 米国版のプロデューサーのアーサー・コーンが来日し、山田洋次監督と会談した。制作発表は2007年2月12日に行われた。2007年3月下旬に撮影開始、5月に撮影終了。日本公開は2008年春の予定であったが、延期になり2010年6月26日に公開。監督はインド系イギリス人のウダヤン・プラサット。 桃井香織がモーテルの女主人役で特別出演した。ありがとうございます。